視点で組んでもらってる。ざっくりな時間はもう分かってるらしいんで、自分で動くやつだよね。まあ、そうなるんじゃないか。もう閲覧はガクッと下がるだろうけど、まあ、それでも見るやつは見るし。いや、俺は別に通勤して閲覧をつけるために予定表のアップ時間の告知は有効だと思ってやったけど、やった結果これなんでしょ。だって予定をアップして、なんか社会人のシフト表みたいな感じでアップはする。毎日やる時間まで告知する。それして人を集めた結果、仕事の結果がこれなんでしょ。だって出てんじゃん。いや、これでしょ。だってそれ俺がやった結果これなんでしょ。いや、手間かけてこれでしょ。だって俺が仕事だから、もしもしもら長いし見てくれって言った結果、これで勝つリスナーの権利を主張するレベルでしょ。より意味よ。よくわけでいいじゃん、それ。じゃあ、だから予定立てやすいんでしょ。だから俺が予定表をアップして時間を決めてやったらみんな見やすいんでしょ。普段の配信見やすいんでしょ。それは分かってるよ。見やすくしてるんだから、見てもらうために。だから俺がじゃあそうやって見やすくしてくれてるんだから、じゃあ仕事配信つけるじゃん。じゃあ、いや、そうでしょ。見やすくなったんでしょ、それで。じゃあ誰のか、俺がそうやってアップするからでしょ。俺なんか自分のためでもあるんだよ、人増えるんだから。じゃあそれで、じゃあありがたいなと思うんだけど、なんで仕事配信見ないのってあるじゃん。それで繋がってくもんじゃん。それ繋げらんないんじゃん。だからやめるって話じゃん。いや、君らがどんどん楽して、なんで俺自分の首締めなきゃいけないの。でしょ。いや、もっと言ったら飯食うんだったら、茶碗鍋ってか千人見てたら飯食えんだよ。マジレスしたらそんなの。ねえ、いいよ、予定表アップしなくたって、何しなくたって、ねえ、千人残んだわ。でその1000人のうちは何つったら俺食えるべってツイキャスで。甘えてるやつら全員いられんって言ったって、やってくるにはやってくるんだよ。別に配信の閲覧のプライド捨てれば。やれんだよ。本当に。いや、そうやってやってるやつらがフランチの連中だろ。ねえ、やってんじゃん、そうやって。で、俺そんなことしたくないわけじゃん。見てくれてありがとうって思いがあるわけじゃん。なあ、なんでそれが伝わんないのかな。いや、本当に俺スプライドセットで全然やれるよ。別におすすめだって載せずにやれるよ。やれる。そうそう、ニコニコチャンネルってバーされてたし。